準決勝第2試合、ランバの首位の RF さんと白川モエッチェ、下杯想像通りで、あれがなかなか勝利しにくい。モエッチェにラン、しかしここは下杯が刺さる。伸びるがちょっと遅かった。一本選手、RF。RF さんとおっと、レイラーさんだっている。同点で逃げるが、これにリターンは取れない。集まないから、コート。ダメージ重視だが、もう一日なんだが、カウンターじゃない。刻んでいく。レイザーになるのはこれはガード。いけた。最後は足払いを引っ掛けてのハイジャンプ系爆弾。ここはきっちり作業していったアレフ。